はもう二度と調理台に立たせん。これは一体何の騒ぎですか？シェフ、シェフ、それにシェフレミ、お待ちしておりました。この見習い2名が下準備を先に始めておくと言い出しまして、ご覧の兄様です。手伝おうとしてくれたことはわかるが、どうしてこんなことになったんだ？シェフレミーの憧れのシェフ、グッソは誰にでも料理はできると言っていた。だが料理には大切なことがある。キッチンのスタッフは自分の役割に責任を持つ。そしてチームワークで働くんだ。そうだ、スーシェフ。